はい、こんにちは。パーカーションの高文です。この動画では、過本で一番大事なのは座り方だよっていうテーマで話していきます。これについては過去に動画にもしておりますし、レッスンとかワークショップするたびにですね、僕必ず言うようにしてますんで、僕自身はね、もうちょっと正直言い飽きてるところがあるんですが、それでもいまだにね、うわー、ちょっとその座り方、その叩き方やめた方がいいよという方がいたり、まあ、そもそもそんなこと知りませんよという方も多くいらっしゃると思いますので、今回改めてね、動画にしていきたいと思います。はい でこの花本、この初めのこの座り方っていうのですねミスると必ずと言っていいほど腰腰をやってしまう腰を痛めてしまいますでプロの演奏家、プロのパーカッショニストだったとしてもですねもう腰痛い腰痛いと言ってる方が本当に多いと、まあ、笑い事ではないんですけども、まあ、プロだったとしても本当に気をつけないとそうなってしまうということなんですね花本で,でこの腰をやってしまうとねもう花本ン叩くの辛くてしょうがないと。 いうだけではなくて、日常生活にも、まあ、支障をきたしてしまいますので、まあ、それってね、シンプルにね、不幸じゃないですか。まあ、そういう不幸な人をなくしたいということで、今回、まあ、これも永久保存版ということでね、残していきたいと思いますので、もう、過本やる人、絶対見てください。はい、では、まず、これはやっちゃだめ。これはもう不幸の始まりですっていう座り方、フォームをしたいと思います。こんな感じです。はい、いかがでしょうか 僕調べではですね、この叩き方してる人、もうめっちゃ多いです。でもう、自分こんな感じですけど、全然問題ないですけどっていう方もね、いらっしゃると思うんですよ。いらっしゃると思うんですけれども、これね、もう本当、時間の問題です。予言しますけれどもね、あの未来のあなたは腰痛いてって言ってますんで、今回見直していただければいいなと思います。まず、ダメなのがこれね。で、さらに、まずい。うん、これはもうね、即座にあのやめた方がいいっていうのが。 こういう座り方はいこのお尻周りの骨座骨とか骨盤がまっすぐな状態ならいいんですけどもこれがねこうなってしまったらやばいよとこうじゃなくてこうなってしまったらこう後ろに倒れる傾くような感じになってしまったらやばいとつまりこうすっとまっすぐ座るのではなくてよっと軽くリラックスした感じで座ってしまうとこの お尻周りの骨っていうのは、後ろの方に傾く、倒れていってしまいます。あるいはなんか背中にですね、背もたれがあって、背もたれによっこいしょと、こう、よっかかる感じでいると、もう完全にこれがね、倒れてしまいます。で、これは NG っていうことです。はい、では理想的な座り方、理想的なフォームというのをやってみます。こんな感じです。こう座って、こうですね。 はいい詳ししく解説していきますはいまず、超そもそも論としてですね、人間、我々人間っていうのはこう座るようにデザインされていないっていう話があって、まあ、こう人間って歩くじゃないですか。足使って歩きますと。でこう立って二足歩行して何千年も生きてきたので、歩くのに最適な体、最適なデザインがされていると。まれ、あ、わね、当たり前のようにこう今座ってますけれども、まあ、座ること自体がイレギュラーでありますと。 現にこう座る時間が長い人ほど病気のリスクが高いし、死亡率が高いなんての最近すごい言われておりますけれども、いや、そんなことは言っても、座らないと、花本叩けねえじゃんと。そうなんですよ。座らないと叩けませんので、ならせめて、ちょっとでもこういい座り方っていうか、マシな座り方をしようよっていう話なんですね。じゃあ、マシな座り方とは何かというとですね、立っている、立って歩いている状態になるべく近づける、つまり足にしっかり体重をかけるということですね。 こう下方に座って、お尻がこう設置しているとして、これプラス足をしっかり地面について、両足にも体重をかけて、お尻と両足の3点で体をガシッと支える。このように座ります。こうすると、こう、状態がいくらでも自由に動かせますと。地面に足をしっかりついて、両足に体重を分散させてあげると。 でこうお尻だけ、お尻中心に座っていたときよりも、この上半身の重さがですね、腰に集中するのを、こう、足使って分散する、和らげることができますと。なので、これも普段の生活から使えますよ。なんか、椅子とかね、腰掛けるときよこうっこいしょと。お尻プラス両足をしっかりついて、この3点座りをすると。この3点で支えると、もう、むちゃくちゃ安定しますと。もう、どんな動きでもできますと。あと、腰とかね、背中への負担をこう分散させて、 くれますのでもう今日からこの3点意識してください。はい、3点座りできましたとお尻と両足でしっかり支えるもう安定感抜群ですとなったら手を伸ばしていただいてもうね楽にこの状態で画面が叩けるっていう方はもうこれで完成です。このまま叩いていただいて大丈夫です。ただ多くの方はねまだちょっとこの座面が遠いなとかこのベースとか叩きづらいなという感じだと思いますのでそういう方たちはですねこのまま 軽く前前傾しますすに倒れるってことうこですねで一番簡単な方法を紹介しますね。一番簡単な方法は、まずこう3点図割りができていることを確認したら、この状態から一番きれいな、自分史上一番きれいなお辞儀をしてください。ありがとうございました。申し訳ございません。今後ともよろしくお願いいたしますと。きれいにこう、こう見た方が分かりやすいか。 きれいにきれいににもうこれ以上きれいにできませんっていうきれいなお辞儀をしてください。はい。で、こうちょっとずつこう戻っていくと。で、手をダメに当てて、あベースとか叩きやすいな、届きやすいなっていうところで、この傾きを止めるっていう感じです。3点ずわりする、きれいなお辞儀をする。で、こう戻ってくるときに、手を。 ダメに当てて自分が楽なポジションででで止めるとこれで完成ですで目安としては一回こう綺麗なお辞儀をしていただいてこの状態でこう手をだらんと前に出しましょうでこのまま戻ってきておおよそ自分の手首の位置がこの下本の上の縁と重なるくらいはいこの手首がこの上の縁と重なるくらい くらいの前傾傾き具合であれば、まあ、どんな方でもですね無理なく叩けて腰への負担が限りなく少なくできるのではないかと思います。でこの下方に座る位置がですねあんまり前すぎる画面側すぎるとやっぱこうちょっとどうしても前傾しすぎることになってしまいますのでそしたらもうちょっと真ん中の方か、まあ、やや後ろぐらいでこの座る位置を前後に調整して自分が楽なポジションあんまりこう 前に傾きすぎないで済むようなポジションっていうのを探しましょう。で、今まで独学で花本をやっていた方は、こう、画面を覗き込むというか、ちょっと前のめりになるのが当たり前になっていたかもしれないんですけれども、まあ、意外とね、この足使って3点で座ることができれば、こう軽く前傾しただけで十分届く、十分叩けますよというお話です。これとこれれとだったら もう明ららかかにに見るからに腰への負担が違いますよねで念押しでもう一度お伝えしますけれども、このお尻周りの骨、骨盤がですね、こう、後ろに前傾しないようにすると、しっかり3点座りしてるつもりでも、こう、後ろの方にですね、傾いていってしまうというか、体重、重心が後ろの方にいってしまうと、やっぱりこれ、腰に負担がかかりますと。なので、さっきも言ったように、こう、とにかくきれいなお辞儀を1回してみる。 もう自分史上ですね、最高のお辞儀というか、最高にきれいなお辞儀を意識してやってみると。で、きれいなお辞儀ができるっていうことは、もう自然とね、この骨盤、こう、すっと、まっすぐな状態になっていますから、後ろに倒れた状態で、これ、お辞儀できないんですよ。なんで、目安としては、3点で座った、多分座れたかなと。で、お辞儀をしてみると。 でこうスーッとね、ピーッときれいに折りたたむようにですね、お辞儀ができていれば、まあ、それ問題ないということですので、そのまま戻していって、まあ、自分が楽なポジション、傾き具合で止めると。はい、これで理想的な座り方、理想的なフォームが完成です。おめでとうございます。あとはね、これを習慣化しましょう。初めのうちは、よっしゃ、いい座り方ができたぜと、いいフォームで叩けてるぜと思いきやね、やってるうちに <laughs>、 練習してるうちにみんなだんだんこうなってきますから。で、こうもう自然に何も考えずとも無意識でこうふっとこのいいフォームっていうのができると理想です。なので初めのうちはなるべくもうね鏡を置く。鏡を置いて自分のフォーム、姿っていうのを確認しましょう。あるいはスマホのカメラで自分を撮影して自分の姿っていうのを確認すると。で、集中してるともうだんだんみんなこうなりますから。 ふとね我に返って鏡を見てああいかんいかんと戻すとで分かりやすいキーワード2つ言いますのでこれだけ覚えてってください3点ずわりと自分史上最高お辞儀です3点ずわり3点で座るのと自分史上最高に綺麗なお辞儀をするとそしたらねもう変なフォームになりようがないんでこれだけえ覚えてやっていただけるといいかなと思います ははいでは今回のテーマ、以上なんですけれども、いくつか補足をしたいと思います。こう、かほを叩くとき、座面にちょっと手が届きづらいなとか、叩きづらいなといった場合に、この画面を傾ける方、いらっしゃると思います。この画面が自分側にちょっとこう、あおるような形ですね。はい。これで叩いても全然 OK です。全然 OK なんですが、このさっき言った3点座り、足にしっかりと体重を分散させるっていう。 座り方が身についていないと、こう傾けた時もですね、こう腰が変に丸まってしまったり、やけにこのお尻側にウエイトがかかってしまうといったことがあります。で、こうなってしまうと、やっぱり腰を痛めてしまうので、まずは、下本を傾けない状態、フラットの状態にして、足に体重をかける3点座りを身につけてから、あ、これでできた、支えられるわといった状態になってから、この初めて。 煽るってやった方がですね、よりあおった時もしっかりと下穂を支えられますし、自分自身ですね、綺麗なフォームで叩くことができると思います。はい、次、レアケースではあると思うんですけれども、ものすごく足が長い方、モデル体型の方でもう下穂に座るとこんぐらい膝の位置が高くなってしまうと。 でお尻に体重がかかりすぎてしまうという方はね、これやっぱ花ンの高さをちょっと調整した方がいいかなと思います。花ンの下に何か台座的なものを敷いて、この高さを調整するか、この座面にですね、クッションを敷いて、このお尻の高さを調整して、あんまり体重がかかりすぎないようにした方がいいかなと思います。はい、最後にカホンを叩く以前にもうすでに腰痛持ちであるとか、ヘルニアを患っているといった方ね。 それでも花本が叩きたいと。っていうかもう花本を叩かなくてはいけない現場があるといったプロの方ね、お疲れ様ですっていう感じなんですけれども、そういう方は椅子を用意しましょう。椅子を用意して、なるべく高さが調整できる椅子で椅子に腰掛けて、このまま花本を自分に近づけて、足で軽く挟むと。まあ、ボンゴを叩くみたいな感じですね。そうすればもうこれ、十分叩けますんで、しかも画面がね、自分の方傾いてるんで、かなり楽に。 叩くくここととがでできると思いいますのでこれぜひ試してみてみださいはい、というわけで今回は、花粉で一番大事な座り方のお話でした。一人でもね、腰痛いとか、花粉叩くのつらいという方がいなくなることを願っております。はい。こんな感じで、パーカッション情報を毎日発信、毎週日曜日には YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップをやっておりますので、引き続き、要チェックお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。